今日はこの落書きキッズっていうのを買ってきました。赤と青とこのチョコペンで何か絵を描いてみようと思います。仮面ライダーベルね、クローズやったらね、オレンジと青と黒でできるよ。一個食べてみる。うん、おいしい。あれ、これあのソフトクリームのコーン、うん、コーンの味。おいしい。ね。はい、これ注射器の形。うん。けどね、袋にはね、食べた後は水鉄砲にできるんだって。で、まずはこのおせんべい、これにチョコペンで絵を描きます。上手に描けるかな、こうちゃん。難しい。チルドの塗り絵をお手本にして、ほい、丸くできた。丸く完成。ラビットの耳どうする？耳じゃないか、目か。あ、目さ、あのさ、うん、赤い注射器でさ、やった方がよくね、うん。なんとかビルドになるか。はい、じゃあこうちゃんかけたね。こうちゃんカチカチ。あ、ほんとね。じゃあ蓋を外して、ビルドの赤と青のところ色つけようか。うん、さあ実験を始めようか。伸ばした方がいいんだよ。うん、確かに。どうやって伸ばす？何で伸ばす？これでこれで。え？その、この先で。俺の傑作のビルド。あ、袖につきそうよ。大丈夫？カチカチャって。でもその水色すっごい綺麗じゃない？シェッシェッ。何？注射した。そしたらバグーンって直行出てきて。寝ちゃおうか。うん、じゃあドラえもんで。お母さんのドラえもん、なんかおかしいね。はい、できました。こうちゃんのビルドとお母さんのビルドとお母さんのドラえもんです。お母さんのドラえもんはこうちゃんが色をつけました。お母さんの方が上手。今日はお母さんと落書きキッズで遊んでみました。おせんべいも美味しかったし、色も綺麗でした。次の動画もまた見てね。バイバイ。ママさん。